ただいまから北上市市政施行30周年記念式典を執り行います。鬼住む誇り、本日ここにご来賓閣議をはじめ皆様のご臨席を賜り、北上市市政施行30周年記念式典を挙行できますことは誠に喜びに堪えないところであり、心より御礼申し上げます。北上市は平成3年4月1日、旧北上市、和賀町、江釣子村の3市町村が合併し、北東北の十字路、人と物が交流する活力ある都市として発展を遂げてまいりました。このことは、市民の皆様をはじめ、関係各位のご努力とご支援、さらには近隣および関係市町のご協力によるものであり、深く感謝申し上げます。昨年4月、当市は町づくりの将来像として、ウキウキワクワクする町北上を掲げ、今後10年間の町づくりの羅針盤となる新しい総合計画を始動させました。さらに北上トリプルアニバーサリー2021と銘打ち、多くの市民や企業とともにさまざまな記念事業を行ってまいりました。この取り組みを通して得られた一体感を次世代に継承し、シビックプライドを原動力としたまちづくりをさらに推進してまいりますので、皆様には今後ともご指導ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。市政発展功労者特別表彰、地方自治功労、故堀江智子様、あなたは北上市政の発展に多大な貢献をされました。その功績をたたえ、深く感謝の意を表します。令和4年4月24日北上市長高橋俊彦、おめでとうございます。北上市市政施行30周年記念市政発展功労者特別表彰、地方自治功労渡辺和次郎様以下同文です。おめでとうございます。ありがとうございます。北上市市政施行30周年記念市政発展功労者特別表彰、地方自治功労北原啓二様以下同文です。おめでとうございます。北上市市政施行30周年記念市政発展功労者特別表彰、教育文化功労公益財団法人一橋総合財団様以下同文です。おめでとうございます。北上市市政施行30周年記念市政発展功労者特別表彰、産業振興功労宇都俊一様以下同文です。おめでとうございます。北上市市政施行30周年記念市政発展功労者特別表彰、特別賞教育文化北上市立黒沢尻北小学校合唱部様以下同文です。おめでとうございます。北上市市政施行30周年記念市政発展功労者特別表彰、特別賞教育文化北上市立上野中学校吹奏楽部様以下同文です。おめでとうございます。ありがとうございます。
北上市市政施行30周年記念市政発展功労者特別表彰特別賞教育文化岩手県立北上湘南高等学校鬼剣バイブ様以下同文です。おめでとうございます。この記念すべき式典において私たちは市政発展功労者特別表彰を受けることとなりました。大変誇りに思います。心から感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。北上市市政施行30周年記念式典の開催誠におめでとうございます。また功労者特別表彰を受けた皆様にも心からお祝いを申し上げます。今後北上市には将来像に掲げる自ら創造し生き生きと支え合い笑顔咲き誇る町としてさらなる町づくりに邁進されますことをご期待申し上げます。この北上市これからの将来を担う若い子どもたちに安心してそして何より北上市民としての誇りを持って地域づくりをしていただきたい。そのために我々今の大人の世代が子どもたちのためにできることは何でもしていきたいと思います。私も北上市民の一人として岩手県全体のこともそうですがこの北上市のさらなる発展のために一市民として微力ではありますが応援をしていきたいと思っております。北上市と石垣市のご縁は平成5年東北地方のまれに見る冷害により米の生産が打撃を受け翌年の種もみの確保が困難となった際その種もみの栽培を本市が行ったことに始まります。さて本日の北上市市政施行30周年の記念式典にあたり多年にわたり市政発展にそれぞれの分野でご活躍され表彰の栄に欲されました皆様方誠におめでとうございます。どうか今後ともその豊かな指揮権と貴重な経験をもって豊かな北上市建設のためにより一層ご活躍くださいますことをご期待申し上げます。新しい北上市が発足して早くも31年の歳月が過ぎました。この間北上市総合計画をはじめとしたまちづくりに関する重要な計画を確実に実行することで市民福祉は向上し市政は着実な発展を遂げてまいりました。 Hello, I am the Concord Mayor Dominic Galliano. On behalf of the City of Concord, my council colleagues and our residents, we would like to congratulate you on the 30th anniversary of the corporation of the new Kitakami City. Here in Concord, we have a great appreciation and respect to our brothers and sisters of Kitakami, and we are so proud to celebrate 48 years of our friendship and partnership with our sister city. I had the opportunity to travel to Kitakami in 2019 with some of my council colleagues and the Concord ambassadors. The city of Kitakami was so gracious in hosting us that I had the experience of your beautiful culture, and so I thank you for that. We wish you continued growth, prosperity, and good health and happiness in the years to come. Congratulations from all of us in Concord. 北上市市长高桥明彦先生，北上市的市民朋友们，自北上市新市制建立30周年之际，我谨代表三门峡市人民政府和全市人民向你们致以良好的祝愿。我们两市缔结友好城市以来，双方高层和民间互访不断，在教育、文化、体育、经贸等领域开展了一系列的合作与交流，取得了较为丰硕的成果。
两市人民友谊不断加深。今年是中日邦交正常化50周年，两市缔结友好城市37周年。愿我们两市以此为契机，在新冠肺炎疫情防控常态化的新形势下，守望相助，共抗疫情，持续推进线上交流，为开展各领域的友好合作而不懈努力。祝愿北上市经济发展，城市繁荣，市民安康，友谊长存。イベントなどを紹介し、30年を振り返りながら、これからの北上市の未来を思い描いてみます。北上市は平成3年4月1日、面積 437.55 平方キロメートル、人口8万3000人余りを擁する県下第二の都市として誕生しました。平成10年、桜の名勝地北上展勝地は、同じく全国でも桜の名所として知られる秋田県角館町の武家屋敷、青森県弘前市の弘前城と連携し、道の府三大桜名所として全国に PR。 ゴールデンウィークの観光客誘致に乗り出しました。平成28年には、広げよう感動、伝えよう感謝をスローガンに、希望郷岩手国体、希望郷岩手大会が開催され、全国から集まった選手が熱戦を繰り広げました。国体大会期間中は、個人や小中学校などで育てた花が沿道や会場を飾ったほか、多くのボランティアなどが北上市を訪れた選手や役員を迎えました。Hey!